皆さんこんにちは、ニーパーキングです。本日はスバルのインプレッサ STI スポーツをご紹介していきたいと思います。このインプレッサはコメントでも結構多くのリクエストをいただいていた車で、本日はその STI スポーツをお借りすることができたので詳しく見ていきたいと思います。それでは早速スタートです。今回ご紹介する車両は2リッターエンジンの AWD モデルとなります。全長4475mm、全幅1775mm、全高1480mm、 燃費は WLTC モードで 12.4km です。このインプレッサは約30年というとても長いキャリアを積んでいて、変化の激しいこの世界を生き抜く秘訣ってすごく気になりますよね。私もいろいろなスバル車をご紹介はしてきましたが、こういうところがこの車の魅力なんだよなと思わせてくれる独自のスタイルに仕上がっているので、まずは詳しくエクステリアから見ていきましょう。まずフロントですが、この切れ長すぎない綺麗な形状のヘッドライトにブラックグリルといい、とてもカスタム感が漂うかっこいいフロントマスクとなっています。ここのブラックグリルは STI 専用となっていて、この全体を見た時のちょっぴりダークテイストな雰囲気、すごくかっこいいですよね。またここには STI を象徴するエンブレムもしっかり配置され、メッキ加色が一切施されていない分、すごくいいアクセントに感じます。ライトを点灯するとこのように点灯し、この字型のポジションランプ、ものすごく存在感があってかっこいいですよね。ウインカー以外は全て LED になっていて、この味のある感じも悪くはないですよね。それでは次にサイドを見ていきましょう。サイドはこのような感じで、ロングノーズにクーペスタイル、大型アルミホイールと前方を低く抑えた伸びやかで美しいサイドフォルムとなっています。ここのドアミラーとルーフスポイラー、なんとシャークフィンアンテナまで全てブラック塗装が施され、今回のような白のお車だとよりカスタム感を感じられます。ウィンドウ部分はなだらかに後方に連れて上昇し、やっぱりこの走るぞという前傾姿勢、すごくワクワクしますよね。タイヤは18インチです。このダークメタリック塗装のホイール、すごくかっこいいですよね。給油口は右側についています。それでは次にリアを見ていきましょう。リアはこのような感じで、全体的に張り出し感強めのかっこいいスポーツフォルムとなっています。ここには STI 専用のエンブレムもしっかり配置され、その上のブラックのロゴもそうですが、ここの雰囲気すっごくおしゃれですよね。マフラーなどは STI でもあえて主張しないタイプになっていて、見るからにスポーツカーだぞというオーラを消した感じが、また全世代に受けているのかなとも感じました。ライトを点灯するとこのように点灯し、ほとんどのライトが電球仕様となっています。少し先進性に欠ける部分はありますが、こういうアウトドアっぽいレアスタイルには悪くないですよね。それでは次に気になる内装を見ていきましょう。内装はこのような感じで、ブラックベースを基調としたとても高級感漂うスポーツテイストになっています。今回の車両は STI ということで、 STI 専用のレッドステッチが随所に散りばめられ、外装のカスタム感に全く引けを取らない特別な空間に仕上がっているので、詳しくその全貌を見ていきましょう。まずフロント中央には8インチの大型ナビが設置されています。その両サイドには縦型のエアコンの吹き出し口がついていて、その下にはエアコンの操作パネルが設置されています。温度調節は運転席助手席と別々で操作することができ、風量調整もダイヤル式と直感的に操作できるのはすごくいいですよね。あれ、表示がないよと思ったそこの視聴者様、表示はナビ上部のここのディスプレイ部分に表示され、視線移動を最小限に抑えたデザイン、これはすごくよく考えられているなと感じました。他にもこのディスプレイではいろいろな情報を確認することができ、全てを使いこなせなくてもこの全体のコックピット感、すごくかっこいいですよね。ナビ周りからエアコン操作パネルは全てピアノブラック加色が施され、ここにはハザードボタンと操作系のものが全て集約している作り、これはすごく好印象です。この部分は小物置きになっていて、その奥は USB ポートにイヤホンジャックが一口とアクセサリーソケットが一口設置されています。その後方にはピアノブラック加色がされた本革巻きのシフトレバーがついていて、バックギアに入れるとこのような音が鳴り、
周囲を確認することができます。さらにその後方には大きくデザインされた電動パーキングブレーキとオートホールドのボタンがついています。ここにはドリンクホルダーとちょっとしたものが置けるスペースがついていて、さらにその後方にはレッドステッチ入りの大きなアームレストがついています。中は収納空間になっていて、なんとここにも USB ポートが2口とアクセサリーソケットが1口ついていて、この電源の多さと収納力の広さには本当びっくりですよね。それでは次に運転席周りを見ていきましょう。ハンドルは本革巻きで握りやすく、ブラック加色にレッドステッチと、とても高級感漂うスポーツ仕様になっています。ハンドルの左側でオーディオやディスプレイの操作ができ、右側はアイサイトやクルーズコントロール、ドライブモード変更の操作ボタンとなっています。この部分ではメーター内のディスプレイ操作もできるようになっていて、ほとんどのことが手元でできる作りは本当理想的ですよね。またパドルシフトもついているので、マニュアル車のようにスポーティーな運転を楽しむこともできます。ハンドルの調整はここのレバーを下げて前後上下に大きく調節することができます。エンジンスタートスイッチは運転席の右側についていて、エンジンを始動するとこのように動き出します。メーター内には STI のロゴが入っていて、このレッドのメモリもスポーティーで統一感もあり素敵ですよね。バイザー部分はハンドル同様ブラックの加色が施され、こういうちょっとしたアクセントが結構大きかったりしますよね。それでは次にシートを見ていきましょう。シートはこのような感じでファブリックとトリコットで構成されたコンビシートになっています。色はブラック、レッド、ライトグレーと3色で構成されていて、正直 STI だけは本革シートでブラックと特別感を出してほしかったなとも感じましたが、こういうファミリー層にも支持がある車はファブリックがやっぱりマストなんですかね。シートに座った感じはとてもよく、程よい反発感がありとてもいい印象です。シート調整は運転席、助手席ともに電動で調整することができ、助手席も電動というのは好印象ですよね。足元には給油口を開ける大きめのレバーとアルミペダルがセットされ、こういうドアを開けた瞬間に見える一瞬のスポーツ要素が結構重要だったりしますよね。それでは次にドア内側を見ていきましょう。ドア内側はこのような感じで、ソフトパッドにファブリック、カーボン調にメッキと、とても素材を多く取り入れたおしゃれなデザインになっています。もちろんここにもレッドステッチが刺繍され、またここにはシートメモリーまで備わるなど、この高級車さながらの作りは本当よくできていますよね。ドアを閉めた音はこのようになっています。フロント上部にはルームランプと安全支援系のスイッチがついていて、ここは正直普段触るスイッチではないので、別の場所に集約してもよかったんじゃないかなとも感じました。サンバイザーは運転席、助手席ともに鏡と照明がついていて、グローブボックスは大きめのものがついています。それでは次に後席を見ていきましょう。後席はこのような感じで、まずドア内側ですが、前の席とほとんど遜色のない、とても高級感漂う作りとなっています。シートに座った感じもとてもよく、足元空間、頭上空間も程よくあり、かなり快適な印象です。残念ながら後席のエアコンの吹き出し口や電源系は一切なく、せっかくの快適な後席を生かすためにも正直頑張ってつけてくれればなと感じました。シート中央にはドリンクホルダー付きのアームレストがついていて、助手席背面には大きなポケットがついています。リクライニング機能はというと、こちらも残念ながら設定がなく、前の席が豪華すぎたゆえにかなり寂しい印象に感じますが、走りに特化した STI ならこのくらい割り切った作りも悪くはないですよね。それでは最後にラゲッジを見ていきましょう。ドアを開けるとこのような感じで、普段使いには十分すぎるほどのとても広い荷室空間となっています。さらに空間を広げたいときは、後席をこのように倒すとほぼほぼフラットな収納空間を作ることもできます。車中泊できるか実際に横になってみたんですが、身長約160センチの私で斜めに寝てギリギリで、結構ここの段差が気になるので、専用のシートなどで段差や隙間を埋めるなど何らかの工夫を施したらできなくないかなと思いました。いかがでしたか？本日はスバルのインプレッサ STI スポーツをご紹介しましたが、
以前ご紹介した新型レヴォーグとはまた少し違ったカスタム感強めのかっこいいデザインでしたね。内装のデザインもスポーティーでかっこよく、少し気になる部分はあったりしましたが、コスト配分も潔くユーザー目線に立って作られているのが人気の秘訣なのかなとも感じました。実際にインプレッサに乗られている方の感想や試乗された方の感想、また動画の感想などもぜひコメントにお寄せいただけると嬉しいです。またチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると動画制作の励みになりますので、よろしければお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。